ようございます、本日はね、ちょっと端材マーケットっていうものをね、やっていくにあたって、ちょっとねサンプルで、ローテーブルなんかをね、私今日作っていこうと思います。はい、ではね、まず材料なんですけども、お家にはいなかったね、材料という形で、ヒノキのね、がありますので、それをちょっと加工してね、いこうと思います。いや取れた。はい、こんな感じでね、お家になれなかったらね、材料たち使ってね、森の学校の森の学校さんのね、ヒノキの15ミリの板を使って、まあ、思いつきでね、このローテーブルの折りたたみの足買って、作ってみました、こういうのがね、端材マーケットでね、ちょっと販売もできたらいいなって思っていろいろ今考えてます。はい、お疲れ様でした。